はい、どうも、銀杏と申します。探偵神宮寺三郎、椿の行方。今回で5回目です。3章の始めからです。僕は椿さんの娘に会いに行きます。三ツ矢の元同僚である清水から、三ツ矢に娘がいると聞かされた良太は、三ツ矢の死、そして娘に対する三ツ矢の思いを娘に伝えたいと訴えた。俺はその訴えを聞き入れ、良太と共に三ツ矢の娘が住む家へと向かい、そして意を決し、ベルを鳴らした。すると、扉を開け、彼女は姿を現した。どちら様ですか？突然の来訪者に驚いた様子で、彼女は俺たちにそう尋ねてきた。すると、彼女のその問いに、良太は答えた。お父さんの友達です。三ツ矢の娘、椿に向かって、良太はそう答えた。椿、それが三ツ矢の娘の名。それは、三ツ矢がハンドルネームとして使っていた名前だった。僕は、あなたのお父さんの友達です。突然何なんですか？驚かせてすまない。実は君に伝えたいことがあってやってきたんだ。あなたたち一体誰なの？どうする？ Y ボタンで持ち物を使います。名刺を使います。俺はこういうものだ。俺は椿に名刺を差し出した。神宮寺探偵事務所？どういうこと？あなた探偵なの？ああ、そうだ。そして彼が俺の依頼人だ。俺は後ろに立つ良太を指し、そう言った。姫路良太と言います。依頼人？一体何なの？さっぱり状況がつかめないんだけど、説明してくれる？ああ、もちろんだ。どうする？話す。誰と話す？田村椿。何を話す？三ツ矢の死。父の死を娘に伝えるのは辛いことだ。しかし、伝えてやらなければならない。俺は意を決して、椿に三ツ矢の死を打ち明けようとした。と、その時、良太が俺の肩を叩いた。神宮寺さん、僕から話をさせてください。俺の目をしっかりと見つめ、良太はそう言った。その眼差しは、とても力強い。初めて事務所を訪れたあの時とは大違いだ。良太、わかった。お前から話せ。はい。椿さん、あなたのお父さん、三ツ矢博さんは亡くなられました。え？何を言っているの？亡くなられたんです。1ヶ月前、ナイフで腹を刺されて。犯人はまだ捕まっていません。警察が今、捜査を進めています。私の父親が死んだ？はい。いい加減にして。え？いい加減にして。私はママから父親はずっと昔に死んだと聞かされていた。それはママが死んでおじいちゃんたちに引き取られた後もそう思っていたのよ。それが何？その父親が生きてて、しかも1ヶ月前に死んだ？そんな話を聞いてどうしろっていうのよ。
もうそんな話はたくさん。椿さん、私にはずっと前から父親なんていないの。帰ってください。椿さん、ちょっと待って。三ツ矢さんはあなたのお父さんです。お父さんなんですよ。亮太、父親なんかじゃない。父親なんかじゃ。父親ならなぜ会いに来なかったの。一度も会いに来なかった。私のことなんてどうでもよかったのよ。そんなの父親なんかじゃない。それは違います。お父さんは椿さんのことを大切に思い続けていたんです。いつかあなたに会うために自分の生活を変えようと努力していたんです。もうやめてよ。そんな話もう聞きたくない。でも帰って。声を荒げそう言うと、椿はバタンと乱暴に扉を閉めてしまった。亮太、扉を閉ざされ、俺たちは取り残された。三ツ矢の死、そして娘に対する三ツ矢の思いを椿に告げることはできた。しかしそれが椿の心に届いているとは思えない。やっぱり何もしてあげられなかった。椿さんのために僕は何も。亮太、そんなことはない。お前はよくやった。安い言葉だ。こんな言葉しかかけてやれない自分が情けない。とその時だ、俺の携帯が鳴った。画面を見るとクマさんの名が表示されている。一体どうしたんだ。どうする。 Y ボタンで持ち物を使います。携帯電話使う。もしもし。もしもし、神宮寺くんか。いい知らせだ。いい知らせ。一体何なんだ。どうする。話す。誰と話す。熊野三蔵。何を話す。いい知らせとは。熊さん、いい知らせというのは何なんだ。特定されたんじゃ。三ツ矢さん殺害の容疑者が。容疑者が。それは本当か。ああ、本当だと思う。詳しい話は署で聞かせる。今から来れるか。わかった、これからすぐ行く。それじゃあ待っとるぞ。そう言うとクマさんは電話を切った。どうする。話す。誰と話す。姫路亮太。亮太、ヨドバシ署のクマさんからいい知らせが入ったぞ。いい知らせ。ああ、三ツ矢さん殺害の容疑者が特定されたそうだ。それは本当ですか。ああ、本当だ。詳しい話を聞きにこれからヨドバシ署に行く。もちろんお前も。行きます。そう言うと思った。どうする。移動します。どこに行く。新宿ヨドバシ署。行くぞ亮太。はい。クマさんから三ツ矢殺害の容疑者について詳しい話を聞くため、俺と亮太はヨドバシ署へと向かった。ヨドバシ署に着いた時にはすでに日は沈み、辺りは暗闇に包まれていた。さてと。どうする。移動。
どこに行く？中に入ります。さあ、クマさんから早く話を聞くとしよう。行きましょう、神宮寺さん。ああ、俺とリオタはヨドバ署の中へと足を進めた。日が暮れても署内は多くの人で溢れていた。眠らない街では当然の光景か。さてと、どうする？見る。何を見る？受付。受付には女性警察官の姿がある。彼女に言ってクマさんを呼び出してもらおうとしよう。どうする？ちょっと一回見ます。何を見る？ポスター。よくある標語の下に MOUS と書かれている。なんだろうこれは。これだけでした。どうする？話す。誰と話す？女性警察官。すまない。何でしょう。刑事課の熊野警部を呼んでもらいたいんだが。神宮寺だと言ってもらえればわかるはずだ。神宮寺さんですね。わかりました、少々お待ちください。すると女性警察官は電話の受話器を取り、内線で刑事課に連絡を入れた。神宮寺さん、熊野警部と連絡が取れました。今こちらに向かうそうです。わかった、どうも。どうする？話す。誰と話す？姫路亮太。亮太、今熊さんが来るそうだ。そうですか。俺と亮太は熊さんが現れるのを待った。すると、それからしばらくして、廊下の奥からクマさんは姿を見せた。すまん、待たせたな。いや、いいんだ。それよりも、早速あの話を聞かせてくれ。そうじゃったな。どうする？話す。誰と話す？クマさん。何を話す？容疑者について。クマさん、三谷さん殺害の容疑者が特定されたのは本当なんだな。ああ、本当だ。容疑者の名前は久保孝之、年齢は28歳。こいつだ、神宮寺君の分も焼き回しした。そう言うとクマさんは一枚の写真を差し出した。こいつが椿さんを。一体こいつは何者なんだ。多額の借金を抱えたチンピラだ。以前窃盗でパクられて、今は執行猶予中の身だ。執行猶予中。何を話す？容疑者について。違った、ごめん。なぜ容疑者に？久保が容疑者と睨んだ理由は何なんだ？目撃証言が一番の理由じゃ。それに久保はここ数週間自宅に戻っとらん。物的証拠はまだ上がっとらんが、状況から見て疑わざるを得ない。確かにそうだな。何を話す？三谷との接点。三谷さんと久保に接点はあるのか？いや、今のところ接点は見つかっとらん。となると、強盗目的で三谷さんを襲ったが、財布に金がなくそのまま逃走したというのが有力か。久保は多額の借金を抱えている。その線が濃厚だろう。なるほど。何を話す？捜査状況について。現在の捜査状況はどうなんだ？容疑者が特定されたばかりで、まだまだというのが正直なところだ。
そうか。わしから話せるのはこんなところだ。わかった。わざわざすまなかった。気にするな。それじゃあ、わしは捜査があるので、これで失礼するぞ。それじゃあ、また。熊さん、その場を後にし、廊下の奥へと消えていった。すると、おもむろに、良太はつぶやいた。容疑者を捕まえたい。そう、良太はつぶやいた。良太。神宮寺さん。僕は容疑者を捕まえてやりたいです。それは熊さんたち警察の仕事だ。わかっています。でも、椿さんのために何かしてあげたいんです。娘さんに椿さんの思いを伝えてあげることはできなかった。だから、他に何かしてあげたいんです。椿さんのために。これが最後の依頼です。神宮寺さん、協力してください。お願いします。良太。深々と頭を下げたまま、動こうとしない良太。彼は言った。これが最後の依頼だと。その言葉から、良太の思いが伝わってくる。良太の最後の依頼、どうする？どうする？引き受ける。俺は悩んだ末に答えを出した。わかった。最後まで付き合うよ。神宮寺さん、ありがとうございます。前に言っただろう。礼は、俺がお前から受けた依頼を果たすその時まで取っておけど。はい。もういい時間だ。調査は明日からにしよう。ひとまず事務所に戻って明日の調査の作戦会議だ。わかりました。どうする？移動します。どこに行く？外に出ます。亮太、出るぞ。はい。熊さんから三ツ矢殺害の容疑者である久保の情報を得た俺と亮太はヨドバシ署を後にした。ヨドバシ署の前に出てきた。さてと、どうする？移動。どこに行く？他の場所へ。神宮寺探偵事務所。亮太、事務所に戻るとしよう。はい。俺と亮太は明日の調査の作戦を立てるため、ひとまず事務所へと戻った。神宮寺探偵事務所。今戻ったよ。ただいまです。お帰りなさい。今日の調査はどうでしたか？いろいろあった。いろいろですか？整理する意味でも予告に報告しておく。はい、聞かせてください。どうする？話す。誰と話す？みその陽子。何を話す？今日のこと。予告に見送られて事務所を出た後、俺と亮太はまず、三ツ矢さんが亡くなる前に働いていた会社に行った。大久保にある会社は警備会社。警備会社の桜セキュリティだ。そしてそこで三ツ矢さんを知る人物と出会えた。三ツ矢さんについて話は聞けたんですか？いや、そこでは大した話は聞けなかった。だが、三ツ矢さんの履歴書を入手できて、そこから三ツ矢さんが警備員をやる以前の仕事が分かった。警備員をやる以前の仕事ですか？三ツ矢さんはどんな仕事をしていたんです？
三ツ矢さんが以前働いていたのは？以前の職場は？広告会社。プロモ広告社という広告会社だ。広告会社ですか？ああ。会社に連絡を入れたら、三ツ矢さんの元同僚という人と会えることになったので、俺たちはすぐに向かった。その人から三ツ矢さんについて話は聞けたんですか？ああ、いろいろと聞けた。まず、三ツ矢さんが会社を辞めた時期だが、会社を辞めた時期は3年前。三ツ矢さんは3年前に会社を辞めている。3年前。会社を辞めた理由は？会社を辞めた理由は？独立。独立するためだったそうだ。独立ですか？それがなぜ警備員の仕事に？独立して作った会社が1年半ほど前に倒産してしまったそうなんだ。それで警備員の仕事に。三ツ矢さんにそんな過去があったとは思ってもいなかったので驚いた。しかしそれよりも驚く情報が三ツ矢さんの元同僚から得られたんだ。さらに驚く情報ですか？一体何なんです？椿さんには娘さんがいたんです。娘さん？しかも三ツ矢さんがハンドルネームで使っていた椿という名の娘がな。そうだったんですか。娘さんの存在を知って僕は思ったんです。椿さんの死を、そして娘さんに対する椿さんの思いを伝えてあげたいと。そこで俺たちは三ツ矢さんの娘さんの家に向かい、彼女と対面した。でもダメでした。娘さんにちゃんと伝えることができなかったんです。そうだったの。そんな時だ、クマさんから連絡が入った。三ツ矢さんを殺害した容疑者が特定されたという連絡がな。本当ですか？ああ、本当だ。俺たちはすぐにヨドバシ町へ足を運んで、クマさんから容疑者の情報を得た。そして僕は神宮寺さんに最後の依頼をお願いしたんです。最後の依頼？容疑者を捕まえてほしいという依頼です。もちろん俺はその依頼を引き受けた。早速明日から調査を始めるつもりだ。そうだったんですか。しかしだ、俺の調査がどこまで容疑者の逮捕に貢献できるかだな。神宮寺さん、どういうことです？現状を良太に説明してやるとしよう。どうする？話す。誰と話す？姫路良太。容疑者はここ数週間自宅に戻っていない。どこかに逃げたと考えるのが妥当だろう。自宅に戻る可能性は低いとなると、容疑者の身辺を一から洗っていくしかない。もちろんそれは警察も分かっている。すでに捜査を始めているだろう。つまり警察と同じ方法では意味がないということだ。なるほど。それじゃあ警察とは違うやり方で調査するんですね。そうしたいものだが、容疑者の情報が少なすぎる。警察と違うやり方で調査すると言ってもな。先生、今その容疑者についてどのくらい分かっているんですか？予告にはまだ詳しく話していなかったな。三ツ矢さんを殺害したとされている容疑者の名前は、
久保孝幸。久保孝幸、年齢は28歳だ。多額の借金を抱えたチンピラで、以前窃盗でパクられて、今は執行猶予中の身だそうだ。写真も見せておくとするか。どうする？ Y ボタンで持ち物を使います。久保の写真使う。こいつが容疑者の久保だ。この人が、ん？この人どうしたんだ？陽子くん、この人どこかで見たような。それは本当か？どこで見たんだ？陽子さん、どこで見たんです？確か、あ、美奈子さんです。美奈子さん？岡島さんの奥さんのことか？はい。その美奈子さんとどう関係しているんだ？思い出せませんか？先生も見ています。俺も見ている。美奈子に関係していて俺も見ている。どうする？ Y ボタンで持ち物を使います。浮気調査の写真使う。まさかこの写真か。俺は浮気調査で陽子くんが撮影した写真を差し出した。そうです、その写真に写っている美奈子さんの隣にいる男です。この男が、確かに似ているように見える。しかしまさか。私はこの目ではっきり見ました。間違いありません。そういう陽子くんの眼差しは確かな自信に満ちていた。神宮寺さん、調べてみる価値はあるんじゃないですか？警察とは違うやり方での調査をしなくちゃ意味がないですよ。亮太、それは誰に教わったセリフだ？神宮寺さんです。ふん、わかった、調べてみるとしよう。陽子くん、この写真の男は今もウィークリーマンションにいるのか？おそらくいると思います。昼間美奈子さんとそのマンションで密会していましたから。よし、決まりだ。明日マンションに行ってみる。はい、神宮寺さん。亮太、今回はお前はついてくるな。え、どうしてですか？今回は今までの捜査調査とは違う。相手は殺人事件の容疑者なんだ。お前の身を危険にさらすわけにはいかない。そんな。最後まで俺に同行したい気持ちはわかるが、こればかりは譲れない。お前は俺からの連絡を待っていろ。いいな？いいな、亮太。はい。俺の指示にしぶしぶ亮太はうなずいた。よし、明日の調査に備えて今日はこれくらいにしておこう。はい。本当にいろいろとありすぎた一日だった。この調子だと明日も忙しそうだな。翌日、神宮寺探偵事務所。先生、準備はいいですか？ああ、大丈夫だ。ウィークリーマンションがあるのは、笹塚です。そうだったな。詳しい住所をこのメモに書いておきました。どうぞ。そう言って、陽子くんは俺にメモを差し出した。すまない。いいえ。どうする？はい、じゃあ今回はここまでにします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。
Thank you.